カンベルが大変なことになってるんでしょ。エーテルダマリやアカシアが増えたせいで。帰ってきたか、クライブ。カンベルの様子はどうだった？ああ、実は。そんなことがあったとは。ひとまずみんな無事でよかった。しかし、お前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。前の隠れ家から回収したものはどこに？使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品としてエンジャに渡した。シドの私物もミドに渡しといたからな。あるとすれば工房だとは思うが。わかった。念のため調べてみよう。アンバーやラザロガイは、ミドのやつ、エンタープライズとやらを。これはシドの研究記録か。何やら難しいことが書いてある。他を探そう。シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物。まさかそれがエンタープライズの部品。ミドが初めて作った装置。オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、手がかりは見つかったのか？教えてくれ、オット。ミドが初めて作った装置とは何だ？初めて作った装置？ああ、あれだ。オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした？どうやらその中に、シドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。ほう、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。エーテルダマリやアカシアが増えたせいで、カンベルが大変なことになってるんでしょ。やっぱり変だね。うん、やっぱり変だよ。テト、クロ、どうした？シド、大変大変。オーケストリオン壊れちゃった。どういうことだ？たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。ほら。お前たち何かしたのか？何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやって。
ほらって。調べてみるから、そこをどいて。何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音、知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよクライブ。それがシドの宝物だ。以前奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれクライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。なあ、わかった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。二人とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか。どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ルサージュが。さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に。世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだろう。あんたがそう言うならいいんだけど、それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてねクライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。クレガに戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。クライブ、年寄りの昔話を聞いてくれるかい？ああ、付き合おう。ボーギャンの流した例の噂があっただろう。あれはあながち嘘じゃない。昔は確かに敵味方関係なく武器を売りまくった。それで財を成したのも事実だ。金儲けってのは私にとって最高の娯楽だったから。でもおかげであちこちに敵を作っちまって、連中から追われることになった。そんなある日、どこで私のことを聞きつけたのか、シドが取引を持ちかけてきたんだ。私の身の安全を確保して商売に有益な話を提供する。その代わり格安で武器を売ってほしいと。それからシドと一緒に。ああ、隠れ家で真っ当な商売さ。実際シドが持ってくるのはうまい話ばかり。がっぽり稼がせてもらったよ。そんな時もっと稼げるなんて言われたら信じてしまう。どうせならバリスゼア全土を買い占めるくらい儲けようってね。俺がマザークリスタルを破壊すれば、いろんなものが飛ぶように売れる。
シドの言葉を信じて隠れ家へ財産をつぎ込んだってわけだ。それが奴の口車でまんまと乗せられたとも気づかずに、結果その思惑通り、今じゃ金儲けなんかよりあんたの目的を叶える方が楽しいと思ってる。そして私はそのためにここにいる。おかしなもんだ、人生ってのは。いつも感謝してるよ。いいね、クライブ。私から楽しみを奪うんじゃないよ。何か用かい？いい品が揃ってるよ。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。ブラックソーンって近寄りがたいのよ。こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも？ええ、生育自体には成功したのですが、花つきや目の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えていると言います。強靭な個体であればその気根一つで幾日も生存できるとか。お願いです、シド。強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか？わかった、協力しよう。ありがとうございます、シド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。ああ、確認しておく。それではよろしくお願いいたします、シド。歴史に興味があるなら。カンベルが大変なことになってるんでしょう。
隠れ家へ持ち帰ろう。それにしても確かに強靭なモルボルだった。ブラックソーンって近寄りがたいのよね。お帰りなさい、シド。モルボルの気根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった器官、これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。
見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど鼻つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだシド、お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますようにシド。歴史に興味があるなら。カンベルが大変なことになってるんでしょ。このままじゃタリ…クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか。最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。ダルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が変わると言っても自分が見るって聞かなくて。ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃダルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか。ああ、俺から話してみよう。よかった、クライブ、頼んだよ。タルヤ、話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリゲも心配している。一度休息を取ったらどうだ。ありがとうクライブ、でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか。ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど、痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか。そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれタルヤ、本当にその薬を使うのか。彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよクライブ。エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。その材料集めに協力してほしい。わかった、いいだろう。ありがとうクライブ。この時期ロストウィング近くの裏山道にマイトリングって魔物が出る。そいつから魔中丸を取ってきてくれるかい。クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料をお願いね。
これが魔中眼だろう。隠れる。カンベルが大変なことになってるんでしょ。おかえり、クライブ。魔中眼は手に入ったかい？ああ、確認してくれ。ありがとう。これで間違いない。早速エリシア薬を作るよ。この薬はね、全身の感覚をなくす強い薬なんだ。最後には生きてる感覚さえもなくしてしまう。本当は使ってほしくないんだけどね。どう？少しは楽になった？光が見える。もう何も考えなくていい。どうかゆっくり休んで。ありがとう、タルヤ。立派になったで。終わったわ。ありがとう、ロドリグ。それにクライブも。僕は弔いの用意をしてくる。あの人はね、私の恩師なの。シドと会う前、私がまだ故郷で軍の看護兵をしていた頃のね。私の故郷は南にある小さな島で、当時すでに黒の一帯に飲まれつつあった。だからあの人は魔法を使わない治療、医者としての知識を私に教えてくれたわ。それで恩師か。
エリシア薬はあの人が考えた薬よ。彼の理想はシドと近かったから。人が人として死ねる場所。でもベアラーたちにそんな場所なんてない。それで全ての苦しみから解き放たれて人に戻れる薬を生み出した。ねえクライブ、人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな悲しい思いはもう。ああ、成し遂げてみせる。ありがとうクライブ。ようクライブ、この前は世話になった。実はまた困っていることがあってな。もしかしてまたブラックソーンのことか。ああそうなんだ。俺は以前外の任務の補修である指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんでブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。怒らせることをしたつもりはないのに何が悪かったのやら。頼むクライブ、もう一度手を貸してくれないか。仕方ない、こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ先にあいつのところへ行ってるぜ。が大変なことになってるんでしょう。なんだクライブ、またオーガストと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった。昔からさ。オーガストに聞いたぞ、あいつの指輪を見るなり不機嫌になったそうじゃないか。なあブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ、指輪を見て少し昔を思い出しただけだ。昔を？ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ頼むよ。まったく、話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも鍛冶の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺にこれほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ、ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命をかけなきゃならねえ。だからこそ誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたようなやつにはな。ブラックソーン、
その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今更会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも答えてやりたいんだ。それに火事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。わかったよ。よし、決まりだな。ゾルターンだったっけ。その人は今どこに。俺の故郷だ。ドラボズって村でオサをしてる。ドラボズっていや、コラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よし、クライブ、後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーンを連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。カンベルがアカシアに襲われてるなんて。ありがとう、アンブロシア。オーガスト、どうかしたのか。ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも。今村の中でちょっと厄介事がな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の利かないやつだなあ、ハナタレビート。お前、まさかブラックソーンか。なあ、久しぶりだな。何しに来た。故郷に帰っただけだってのに、ずいぶんな言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長に。いいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。約束はできんが、努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけど、なんだか活気がねえな。ここは火事の村だ。昔はあちこちから鉄を打つ音が聞こえたもんだが。クライム、ゾルターンに話を通してきてくれないか。おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。
悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。すまん、頼んだぜ。火事ができなきゃうちの村は終わりだぞ。父さんたちは何やってるの？おい、もっと力を入れろ。そんな日じゃ鉄を打つどころじゃねえぞ。すまない、ここの村尾さんに話があるんだが。俺に何の用だ？あんたがゾルターンか。お前よそ者だな。鼻垂れビートめ、村に入れるなと言っておいたのに。よそ者に用はない。さっさと出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に？誰だ？ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーンだと？ああ、この村に来てる。迷惑だ、連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。くそ、ダメだ。やっぱりベアラーの魔法なんかじゃ鉄を打てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったならすぐに村から出て行け。そうか、分かった。頼むよ村尾さん。クライブ、ゾルターンと話はできたのか？ああ、話はしたが。それで断られちまったってわけか。まあ奴ならそう言うだろう。俺と会う理由もない。ブラックソーン、教えてくれないか。ゾルターンと何があった？縁を切ったと言われるなんてよほどのことだぞ。俺は逃げ出したんだ、奴に村の全てを押し付けて。当時の俺は火事に質を求めていた。より使いやすく、より頑丈な武器や防具、実用と実利を兼ね備えた究極の一品。自分の腕の限界に挑んでみたかった。だが戦では量を必要とされた。より安く、より手軽に、度重なる戦ではその方が都合良かったんだろう。そしてゾルターンは村の方針として寮を選んだ。それからは喧嘩の毎日さ。質と寮、相入れないんだからどうしようもない。村を潤すための選択と分かっちゃいたが、俺には我慢ならなかった。それでここから逃げ出したってわけだ。ブラックソーン、ゾルターンの村長としての手腕は実際大したもんだったよ。たちまち村は潤って、村の連中も贅沢できるようになったんだから。しかし世の中うまくはいかないもんだ。クリスタルがなくなって炉が使えなくなるとは。昔シドから聞いたことがある。マザークリスタルが大地からエーテルを吸収するとき、少しばかり溢れ出る分があるってな。おこぼれってやつだろ。マザークリスタルの近くなら炉に使うようなクリスタルも使うことができる。でもドレイクファングが消滅してからはそれもなくなっちまって、ダルメキアの多くの地域で大型のクリスタルが使えなくなってるって聞いた。ああ、この村じゃもう火事は続けられん。死ぬのを待つだけだ。なあクライブ、この村に隠れ家と同じ炉を作ってやれねえか。
あの炉を使って不意語で火を起こせばクリスタルがなくても火事ができる。俺がいつもやってるようにな。待てよブラックソン、あれは隠れ家の俺たちのためにシドが発明したんだぞ。それをそんな簡単に。わかった、いいだろう。言ったはずだ、あんたに答えてやりたいと。それにマザークリスタルを全て破壊した後、いずれは広めるつもりだったんだ。人が人として生きていける場所には魔法に頼らず生きる術が必要だからな。この村が最初というだけさ。どうだオーガスト。俺たちの頭はクライブだ。お前がそう言うならそれでいいさ。ありがとうよクライブ。よし、なら早速支度するか。な、そうだな。二人とも手を貸してくれ。あの炉を作るには人手がいる。オーガスト、村の連中に声をかけて動けるやつを集めてくれるか。おう、任せておけ。クライブ、お前には不意後に使う素材集めを頼みたい。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱側を取ってきてほしい。わかった、すぐに取りに行こう。